I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, please enjoy the video, and sorry for the wait. それってどういう意味？ねえ、のきや、ナンパって。ああ、ナンパっていう、私のエロカワボディを狙って愚かなオスどもが繰り広げる禁断の果実的な祭典なの。なんだかよくわかんないけど怖そうだね。そう、怖いの。ただし、イケメンにだけは許されるの。君は、な…あっ、ユーゴ、こんなところでいきなり会うなんて、超偶然、超ラッキー。この偶然、ちょっと運命とか感じちゃうな、私。君の主張は理解。確かに最近のザクソンは結束が緩んでいる。他のチームのハッカーたちの目に余る行動をする者が目立つ。だが力に力で対抗しても余計な混乱を生むだけだとは思わないか。このクールでもう一度ハッカーたちをまとめ直す。その役目を果たすのは君、僕だ。ちょっと待ちなさいよ。何よ、どいつもこいつも全く私にだってやれるっつうのね。えいるハッカーたちを手当たり次第に勧誘するの。仲間をめちゃめちゃたくさん集
準備できてるよ。じゃんじゃん続け。どこへ行くんだろうな。どうした？そんなに驚いた顔をして。また幽霊だとでも思ったのか？もしも彼女が本当に悪いハッカーたちと戦うことになったら、守ってあげてほしい。純粋にデジモンを助けようとする彼女を危険な目に遭わせるのは忍びない。それにこれ以上このエデンで犠牲者を出したくないんだ。また会おう。よう、遅かったな。ま、来てくれると思ってたぜ。ところで、ノキアは大丈夫なのかよ。大竹も妙なことに首突っ込まねえ方がいいぜ。中途半端な正義感とか、生半可な責任感ってやつが、一番始末に悪いんだ。それに、リーダーだなんて、責任を負うってことの半端なさが、あいつには分かってねえ。で、今はそんなことはどうでもいい。お宅に話したかったのは、あのスウェドーってやつのことだ。もちろん覚えてるよな。怪現象や化け物のことを調べてるとかっつ、怪しげな神代の研究者だよ。どうしても、あいつが話し、実はこの間、痕跡をたどって、
もう一度あいつに会って。尾行されるっていうのは、あまりいい気がしないものですね。先日の異種返しという。バレバレか。私に何かご用事でも。うん。前にオタクが話していたことが気になってな。ついでに、オタクの調査ってのがどういうもんか、覗き見できる。あなたのそのシャリ構えた視線。素敵ですね。それに、私の調査に、エデン症候群。いいか。オタクが知ってることを。もちろん、私が知っていることなら、何でもお答えしますよ。あそこで出会えたのも、きっと、何か。エデンからログアウトする前に、イーターに先進データを壊されることで、覚醒することができなくなる。それが、あのイカれた病気が起きる理由だってのか。ええ。あくまでもまだ仮説。しかし、まさかエデンへのの興味深いとは思いません。で、どうやったらあの病気を治せんだ。それはまだわかりません。残念ながら。しかし、デジタルシフトについて、もったいつけんなよ。実は、デジタルシフトを引き寄せ、デジタルシフトの直前に、その後、デジタルウェーブが増幅し、デジタルシフトに干渉？そうです。つまり何に、あるいは何かによって、デジタルシフトがコントロールされる、そう考えることができるのです。これも、あくまで憶測にすぎませんよね。誰かが、意図的にデジタルシフトを起こしてる。ご興味がおありなら、それにしてもあなた。俺はどうしても知りてえんだ。あのイカれた病気の原因を。手がかりになるものがねえか、この辺りを探してみてえんだ。オタクにとっても、あれだ。乗りかかった船ってやつだろ？なあ、手伝ってくれよ。そう来なくっちゃな。よし。無理しちゃダメだよ。みんな、急いで。
やっとつ、さっきのはなんだ。オタク、一体何をしたんだ。とにかく、今からそっち行く。何が起きたのか詳しく聞かせてもらうからな。なるほどな。じゃあ、オタクもエデン症候群ってわけか。スウェドの仮説は、間違ってな、コネクトジャンプ。その体だから、できるゲートってことだな。てか、悪い。あの時、俺がオタクを置いていかなければ。気にすんなってか。しょうがねえ。エデン症候群を調べる理由が増えちまったな。暴こうぜ、この事件の真相。オタクの体を元に戻すためにもな。お、どうか。してきた先で目当たる。ちょいちょい人をびっくりな。もちろん目的ははっきりしたからな。いつ見てもいい感じだな。リアルとデジタルの交差し見た感じ。あの化け物を。
気を見せるとやられるぞ。大したことなかったな。イーターを倒せば元に戻るってのは変わらないみたいだな。にしてもだ、あの化け物は倒せたけど、何がこのイカれた現象をコントロールしてるのか結局分からずじまいだったな。例のあの病気のことだって新しい情報はつかめなかったし。おほう、これはこれは。オタク、どうし、デジタルシフトを感知して来てみたんです。お二人ともひょっとしてあの中に。そうでしたか。どうして声をかけてくれなかったんです。なそれで新しい何かはありませんか。ああ、まあ強いて言うなら、あの、それは興味深い。その情報は私が立てている新しい仮説とも一致する。新しい仮説？どうやらイーターは取り込んだものに合わせて少しずつ形を変えているようなのです。今回のイーターは人間のデータを取り込むことによって人の形に近づいた。ひょっとするとイーターは単純な物質世界の有機生命体である。人間のデータ、一体何のために。そこまでは分かります。おい待てよ。はあ、まだ話足りない。私もだいぶ疲れてしまいましたね。私もあなたのことは好ましいと。気持ち悪いこと言ってんじゃねえよ。その長いものに巻かれまいとするアウトボー感なんですね。あなたは様々な可能性をお持ちのようだ。またお会いしましょう。近いうちに、ね。くそ、自分が言いたいことだけ言ってさっさと消えちまいやがって。あいつやっぱりうさんくさいな。本当に研究だけが目的なのか。よし、決めたぜ。納得いくまで調べてやるんだよ。あのスエドーってやつの正体と神城のことをな。
どうやって調べるかって？もちろん神城の本社に潜入するのさ。簡単なことだろ。オタクのコネクトジャンプと俺のハッキングを使えばな。それにコネだってあるじゃないか。少し作戦を考える。また連絡するわ。ずいぶんと遅かったじゃないか。いやいや構わんよ。こちらは特に目立った動きはなかったからな。動きがあった？やはり情けは人のためならずだな。何があったのか詳しく聞かせてくれ。ロキア君は好きにやらせてやるといい。彼女は言動や見た目ほど軽々しい娘ではなさそうだ。彼女なりに熟慮して出した答えなのだろう。我々にそれを阻む気。新田君の神城への潜入についても賛成だ。彼の作戦立案は待とうじゃないか。なんだか周囲がざわざわしてきたな。今度はそのざわざわにゾクゾクしようじゃないか。